背骨見てみましょう。はい、まあ、だいぶすぐになりましたね。うん、だいぶまっすぐです。あで、まあ、ここどうですか今痛み。あ、なくなりましたね。あ、よかったです。遠くせんすげえ。じゃあまあこれで今度仰向けですね。はい、はい、疲れると筋肉痛だっていうのが少しわかります。あ、そうそうね、あと3ヶ月分になるかな。なってないわけない。ないわけないですね。でも多分やっぱね、あの昔取った筋塚というのか、 やっぱりやり慣れてるものですからね。そうですね、その辺多分思うよりも多分体が覚えてるみたいな。そうそう、なんとなくこなせるっていう。うん、多分やっぱりやってましたからね、3ヶ月前までね。ただ体力がめちゃめちゃ落ちてましたね。あ、でもハーハーしちゃいますよね。もう、1時間ですけど、あのこの間スタジオで撮った時もしんどかったですもんね。ああ、でしょうね。いや、やっぱ動き続けの1時間はきついですよ。きつかったっすね。私こういうことやってるからそれなりに体力あるつもりですけど、でもやっぱなんて言うんだろう、まあダンスってやっぱしっかり動くじゃないですか。そうですね。だって立ち座りとかの動きとは全く違う大きな動きを、速い動きとか力強い動きをするってかなり消耗しますよね。そうですね。やっぱ私も結構5分10分でもあのキックボクシングとかやるとすごい疲れるから。あれでも相当きついっすね。そう、すごいきつい。あれ3本目とかマジ動か手上がんないですもんね、あれね、手足が。そう、あのそうなんです。だから本当に何十秒かずつで交代交代でやってるんですけど、休み休みで、もうなんかもうヘロヘロになります。10回目とか回んないですもんね、手が。いや、もうなんか回転しないです。足がね、上がんなくなってくる、ね、もういいってなってくる。結構しんどいですね、あれ。しんどいですよ。でも楽しいですね。思い切り体を動かすのってすごい楽しいかな。そうですね。普段ない動きなんで、やるとなんかすごい気持ちいいですね、ポカポカして。だから普段こう全力で動くことなんてないですよね。ない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 。そう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 。ないことやるってなんかやっぱ面白いし、ね、気持ちいいですね。そうですよね。ポリフェメットなんかやっぱりちょっとまだ差があってありますか。ありますね。まあさっきよりいいんですけど、いい、言ったら左が高い。左が高い、うん、です。はい、お、こうこうなので、まあちょっとですよ、これぐらい、本当にまあ指半本分ぐらいなんですけど、若干ありますね、それが。本当だ、なんか支えられて少し分かる。両膝立ててください。はい。で、なるべくお尻にかかってつけるような感じ。はい。はい、はい、そうですね。じゃあこの体勢で。大丈夫。ちょっと腰椎広げるようにします。こ
これ昨日きつかったんですよ。確定申告になったらやった伸びが悪くなっちゃう、ね、悪くなっちゃう、ね、で昨日はめちゃめちゃの左の股関節のとこ痛かったんですよ、ね、あでも今日は痛くなくなった。痛くはない、はい、なんか回すと、うんうんうん、左の股関節にこっち、こっち、こっち回しが効きますね、うん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 、じゃあ、左ですね。でもなんか楽しみでもありますね。なんか、一人でやるんじゃないから。そうですね。なんかいろいろ、やっぱりそういう時に本性が出るというか、まあお互い知ってはいると思うんですけど。まあいざとなるとね。ね、ちょっとお互いピリピリ。気になることとかって多分生活一緒になると絶対ね。なるでしょうね。そう。その辺も多分ね、いろいろ考えないといけなくなるからね。そうですね。どうするんですかね、あの大量の。だいぶあれですよ、ちょっと減らすみたいでは今。あ、つる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 。大丈夫ですか。大丈夫です。釣りませんでした。大丈夫です。ギリギリ大丈夫。ギリギリ大丈夫です。釣りそうだったんですね。釣りそうでしたね。ここが釣りそうでした。ここがね、そっち側。はいはい。ちょっとこの状態にして、これ大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。結構持ってくって言ってました。あ、うん、まあ減らしたいですからね、とりあえずね、持ってくものはね、荷物は、うん、持ってくものイコールそんだけお金もかかる、ね、そうやっぱあの費用的にもそうだしね、あの時間とかやっぱりね、体力もその分いるから、そうですね、減らせるだけ減らしましょうというお互いね、それは言ってます。そうですね、どうせまた増えますからね。いや、映ったら絶対にそれが仕事ですもんね。まあまあね、半分ね、気をつけないとね、なんか広くなった分油断しそうっていうか、まあまあ、展示する場所が増える展示はいらないんだけど、ね、収納する場所が増えるそうですね、ユーチューバーです。